皆さんこんにちは、堺区長の長内です。今日もよろしくお願いいたします。区長おはようございます。おはようございます。久しぶりですね。お久しぶりです。役長どうしたんですか。この子とっても綺麗なお着物着られて。ありがとうございます。はい、実は堺区のカラー緑なので、今日は大事な日なので緑でまとめてみました。なるほど、堺区のカラーで、はい、素敵な緑色の着物ですね。ありがとうございます。実は今年の6月に制服コミュニティの最認証の内定をいただいて、で今日がその認証式なんですね。そうなんですね、はい、いやいや内定おめでとうございます。ありがとうございます。そして今日がその認証式ということで、はいはい、ということはもう着物を着られているということは、これから式典があります。そうですよね、はい、ということは区長も式典に出席される、はい、ということなんですね。出席します。では今回は私がリポートを担当させていただきます。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。さあ、いよいよ再認証式典が開会します。私も行ってきます。式典の開催にあたり、長内区長からご挨拶がありました。今日再認証の日を新たなスタートとしまして、これからも皆様と共に制服コミュニティ活動を推進してまいりたいと思います。これからも皆様ご健勝でご活躍をお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。怪我予防を通した安全な街づくりを継続的に実施することについて合意する制服コミュニティ合意書の署名が行われました。認証の盾と旗が授与されました。盾は長内区長が、旗は磯崎連合町内会長によって受け取られました。堺 was continue your programs very successfully and very effectively to all Japanese said community network as well as the citizens of Sakai was。 続いて絵画コンクールの表彰式が行われました。コンクールでは堺区内の小中学生が制服コミュニティ活動に取り組んでいる地域の人たちへの感謝の気持ちを描いた作品76点のうち5点が入賞を果たしました。それでは堺区長賞を受賞されました橋本美咲さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。受賞おめでとうございます。今のお気持ちどうですか。もう受賞した時はびっくりして、もう本当にびっくりしました。近所で毎日見守りをしてくださる人がいるんですけど、その人がいる時に安心するので感謝の気持ちを込めて書きました。周りに描かれている子どものみんなはみんな笑顔ですね。はい、みんなが安心できるような絵を描きました。受賞おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。感謝状の贈呈の様子です。堺区では地域や関係団体、行政などが職域を超えた組織である分科会を設けて活動しています。事故や怪我を減らすため、各分科会ごとに計画、実践、評価、改善を繰り返すことで地域での安全安心な街づくりを行っています。こちらは堺警察署長の宮田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。9月3日付で堺警察署長に赴任しました宮田です。よろしくお願いいたします。9月3日ということで、まだ堺区に来てから間もないということなんですけれども、印象はいかがでしょうか。はい、本当に緑豊かで穏やかな街という印象でございます。堺区はですね、行政だけでなく区民の皆様が主体となってセーフティーコミュニティ活動に取り組んでおられまして、非常に安全安心に関心が高い区だという印象を持っております。改めてこれから警察としてどのようにしていきたいと考えていますか。はい、
そうですね、堺区はですね、横浜市内でも高齢者の方の比率が一番高いという国と聞いておりましてですね、その高齢者の方がですね、振り込め詐欺や交通事故の被害等に遭わないように、警察としてもそのような被害防止のための活動をやっていきたいと思っておりますので、区民の皆様のご協力の方よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。どうも本当にリポートありがとうございました。はい、いかがでしたか、政府コミュニティ堺区を安心安全な街、より良い街にしていこうという熱い皆様の気持ちが伝わってきて、それを知ることができて本当に感動しました。ありがとうございます。はい、もう本当に初めて認証を受けたのが平成25年、それから5年皆さんと一緒に活動してきて、ようやくこの再認証にこぎつけることができました。もう本当に地域の皆さん、関係団体の皆さんが一生懸命やってくださったおかげです。そして今日の認証式にはすでに認証を受けている厚木市長さん、そしてこれから認証を目指される鶴市長さんの他に全国から認証都市の方も駆けつけてくださいましたので、重ねてお礼を申し上げます。またよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の堺区ナウもお楽しみに。